シェインワードはイギリスのポップ歌手。イギリスの国民的人気オーディション番組ザ・エックス・ファクター2005でグランプリを獲得しデビューした。デビューアルバムシェインワードは大ヒットとなった。1984年アイリッシュ・トラベラー系の両親のもとにマンチェスターで生まれる。5人兄弟でそのうちのエマとは双子という関係にある。エックス・ファクターに応募する前には デスティニーというグループを結成して活動していた。2005年の初めに、オーディション番組、X ファクターに出場。審査員のサイモン・コーェル、ルイ・ウォルシュ、シャロン・オズボーンの3人を唸らせ、次のラウンドに出場する権利を得た。シェインを担当したのは、ボーイゾーンやウエストライフのマネージャーであるルイ・ウォルシュであった。シェインは、コーェルの推薦する、ジャーニーサウス。 オズボーンの推薦するアンディア・ブラハムを倒し、2005年の X ファクター勝者となった。その後もマネージャーはルイスが務めている。X ファクターでの勝利後、ソニーミュージックエンタテインメントと契約し、2005年12月21日にデビューシングルザッツ・マイ・ゴールをリリース。74万枚以上売り上げ、UK チャート1位を4週間記録。また、 同年のクリスマスナンバー1の曲となる。同チャートのトップ75には翌年の6月まで残った。このシングルは130万枚以上売り上げたとされる。2枚目のシングルはブライアン・ライスのオプロミシーズのカバー曲で2006年4月10日にリリース。UK チャート2を記録した。デビューアルバムシャインワードは同年4月17日にリリースされ、 翌日までに約10万枚を売り上げた。その週の終わりには約20万枚を売り上げ、UK アルバムチャート1位を獲得。同アルバムは52万枚を売り上げたとされている。3枚目のシングルスタンドバイメは UK チャートで14位、アイルランドチャートで9位となった。2006年8月に生体に使用ができ、9月にはロサンゼルスの専門医師の下で治療を開始する。 その治療が成功し、2007年1月から2月までの UK ツアーを成功させた。2007年8月20日に4枚目のシングル If That's OK with You をリリース予定であったが、その予定日が遅れ、No, You Hung Up とともに WA サイドとして9月24日にリリース、UK チャートで2位を記録した。アイルランドでは別々に発売され、No, You h a n g Up がチャート11位、If That's OK With You が9位を記録した。2007年11月26日にセカンドアルバム、Blessless レスレスをリリース。2006年の X ファクター勝者、レオナ・ルイスのデビューアルバムに UK チャートでは、破れたものの、アイルランドでは、ルイスの同アルバムを破り、見事チャート1位を獲得した。サイモン・コーベルは、 レオナルイスとスーザン・ボイルのレコーディングに時間を費やすため、ワードに楽曲を提供することを拒んだ。また、ワードのマネージャーでもあるルイ・ウォルシュに対し、マネージングをやめるよう示唆した。2009年になって、ようやくレコーディングを始め、2010年11月15日にアルバム、オブセッションをリリース。UK アルバムチャート15位、アイルランドチャート11位を記録した。 ニッケルバック、ガッタビー、サムバディのカバー曲をシングルとして11月7日にリリースし、UK チャートで12位、アイルランドで10位を記録した。プロモーション活動として2年ぶりに X ファクターでパフォーマンスもした。ありがとうございます。